スポーツを通じて様々な国の人と交流を深める運動会が今日佐賀市で開かれました。この運動会はスポーツを通じて様々な国の人と交流を深め互いの文化を知るきっかけを作ろうと県が開いたものです。今日は県内に住む外国人や日本人およそ200人が参加し、玉入れや狩り人競争、2メートルのバトンをチームでつなぐ巨大バトンリレーなど3競技が行われました。玉を入れるのが一番楽しかったです。海外の人とかと交流できてよかったと思います。いろいろな人と触れ合えてとても楽しかったです。円安なのでなかなか海外には行けませんけど、なんかワクワクします。スポーツという切り口で外国人の方、日本人の方が国籍を意識することなく、言葉の壁を意識することなく交流する、これをきっかけ作りにしていただければと思っています。